ちは、松原仁の YouTube。 今日はビーガンの料理研究家の庄司さんにお越しいただいてます。今日は特にですね、はい、ビーガン・ベジタリアンと話して、はい、どういうものがそうなのかっていう議論があって、はい、ベジタリアンにもさまざまなものがあるということでちょっとお伺いしたいと思うんですが、はい、これは庄司さんが書かれた本ですね。はい、そうです。作る人のためのベジタリアンパーフェクトブック、講談社から出ていますね。はい、でこの本の中で、このいろいろとあるんですが、ちょっといくつか聞いていきたいんですが、はい、このラクトベジタリアンというのは乳製品は取ることができると、はい、あとは野菜も大丈夫ということですね。野菜はまあ全てのベジタリアンが大丈夫、ほぼ大丈夫だということは、ビーガンと違うのはここが違うということですね。そうです。ビーガンというのは動物性は一切取らない、まあ、出汁も含めて動物性のものは一切取らない人をビーガンと言います。でラクトベジタリアンというのはそれに加えて乳製品は取るって方ですね。オボベジタリアンというのは落ちたものを、まあ、そうですね、地に落ちるものは食べるって考え方で卵は OK っていう方たちもいます。なるほど、はい、この場合乳製品はダメなんですね。まあ、卵だけを取るっていう方もいらっしゃるし、両方卵も乳製品も取るというのがラクトオボベジタリアンの方ですね。あ、なるほどね、はい、そしてペスコベジタリアンってのはどういう？ペスコタリアンなんて言ったりしますが、これ本当に日本の昔ながらの食生活に近いと思うんですが、はい、お肉は食べないけれども魚は食べるよっていうような人もいらっしゃいます。なるほど、うん、オリエンタルベジタリアン。オリエンタルベジタリアンというのはもともと日本ももちろん仏教がある国なんですけれども、はいはい、仏教由来の国にいらっしゃる、たくさんいらっしゃるベジタリアンの方で、はいはい、精進料理ですね。要するに肉や魚を食べないのももちろんなんだけれども、お坊さんが召し上がらない五訓って言われるんですけれども、はいはい、ニンニクだったりニラだったり、はい、そうしたものも食べないベジタリアンですね。場合によってはアルコールも取らないっていう。日本の精進料理の場合はこの全員が大丈夫なんですか？そうですね、日本の精進料理だとほぼ多分ビーガンの食事だと正しい、まあ、いろんなやり方があると思うんですが、通常はビーガンの食事だと思うので、どのベジタリアンでも大丈夫です。逆に言えば、うん、今のお寺でですね、はいはい、円覚寺とかああいうところで修行してる人ってのはほとんどビーガンと一緒だと修行自体はある一定期間はやっぱりちゃんと精進料理をされるところもあるようですが、はい、ずっとそうかっていうとなかなか現在の社会に合わせてってところも宗派によってはあるんじゃないでしょうか。ローフードっていうのはこれは、はい、ローフードというのは生で食事を加熱をしないで食べる食事法のことなんですけれども、はい、まあ、加熱をしない結果、まあ、肉やなんか生で食べることももちろんないと思うので、うん、野菜中心のベジタリアンに近い食事だと思うんですが、加熱をしないで食べるって方たちですね。フルタリアンって面白いですね。はい、もうその食べていいよ、食物の中で食べて食べてっていうのは果物だけだと思うんですよね。果物しか食べない、はい、鳥についばんでもらって種を運んでもらって繁殖する目的でフルーツができるので、それを食べる、まあ、摂取をしないぞってことだと思うんですけれども、そうした食生活の方もいらっしゃいます。こういういろいろなベジタリアン、またいろいろなですね、こういった方々がいることを、うん、日本のですね、例えばコンビニエンスストア その実際営業する事業体の方とか、またレストランの皆さんもこういうことを知らないと、これからの世界の多様化、はい、ダイバーシティに対応できていけないと思うんですね。はい、本当に庄司さんもそういった意味でこの料理研究家として、はい、ぜひとも頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。